다음 <목소리나> 時刻は夜8時を回りました日曜日の憂鬱の時間です日曜日の憂鬱の時間ですえ番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君博と争わない弁護士工藤敦子ですよろしくお願いいたしますしお願いしますはい、この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える内容となっております最後までご視聴どうぞよろしくお願いいたします はい、でまた番組ではメッセージを募集しています。えー、メ,イドメールアドレス、宛先は、797-FMGNO1。com。797-FMGNO1。com までお願いします。えー、そして YouTube でも同時に配信をしております。えー、FMGNO1 日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、はいと。ということで、11月20日,20日。20日。もう、残り、ね、あの、 今年も残りちょっとちょっと, <laughs> ちょっと、ね、<laughs> ざっくり一つにちょっと <laughs> 早いですね。なんかこう、うん、寒いのか暑いのか分かんない状況が続いてる感じですけど。そうなんですよね。寒いですよねとか言ってると暖かくなったりしてあれあれって日に日に秋が深まる季節ですね。そうですね。ねなんか、<laughs> あのうちのクライアントさんでよく聞くことが。 私、はい、は本当聞こえへんよねっていうのを毎年聞くんですよ。<laughs> それって、なんか毎年毎年言っしいや、昔はこうだったんだけど、その昔は何年前のことを言ってるのかっていう <laughs>、えっと、70代の方が結構多くいらっしゃいます。なるほどですね。ど <laughs> こを視点に、昔は、ね、もうちょっと秋が長かったよねって言いながら、うんんはい、っていうなんか冷静に考えると、今、普通そんなに別におかそこまでじゃない。 かなとは思うんですけど、その気温、気温の変動とか。そうですね。昔はもうちょっと秋が長かったよなって、いやいや、そんなことないしと思いながら。いう、今日この頃です。今日この頃ですか。まあまあ、毎年新鮮ということ。そうですね。はい。はいはい、今日はでも、この後ね。特別。今日はもう、本当。日曜日の憂鬱始まって、史上初ぐらいのこう、スペシャルなゲスト。 スペシャルゲストをお呼びしてますので、はい、はい、そうですねなのでオープニングトークはこのぐらいにしてそうですね、一曲とりあえずはい、一曲聞いていただきますはい、玉城浩二さんで電演ですはい、でははい、ではですね、えー、いいね、いいね、聴 <laughs> いていたいね <laughs>、うん、もう早速お話いただいてますけど <laughs> 本日スペシャルのゲストをお呼びえっ、ー、としております えっと、ではご紹介します。えー、元吉本興業の舞台ダンサーをされていて、現在は司会用で滝、えー、にわたって、えー、全国を飛び回る、えー、<laughs> スペシャルゲスト、南アさんです。イエーイおはようございます。違う違う、<laughs> こんばんは。ごめんなさい、<laughs> こんばんは。春生まれの秋ですはいはい。はい しい春生まれの秋です。どうも、お呼びいただきありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。で秋、秋、秋って一応連発しておきました、うん。うんうん、分かりました。<laughs> 振られてるなって <laughs>、はい。ということで、秋さんの紹介を、うん、紹介というか、はいはい、いろいろお聞きしたいことがあるんですけど、吉本興業う、うん。そうなんですよ。はい、吉本興業にね。<laughs> うん で舞台ダンサーっていう、うんうん、そういう枠があるんですか、吉本さん、うん もうね、えーと、大体自己紹介する人にもう100万回ぐらい今お話ししているんですけれども、もう端的に言います、えーと、劇団四季を目指してたんですけど、ご縁で吉本興業の舞台ダンサースタートで、踊ってた足をバンバン毎晩上げてたんですけれども、ごめんなさいね、関西弁がちょっと入ってきますけれども、その後はもは吉本の流れに沿って、はい、もうあのマイクを持ったり、リポーターをしたり。 いろいろな舞台を出たり、映画に出たりとかもなんかね、してましたね。今はもう滋賀県で司会業をしたりしてます。ありがとうございます。今のが100万1回目の自己紹介ということで。そうです、そうです。記念すべき。はい。ありがとうございます。ミリオンを1回超えましたね、今日よかった。 やっぱり皆さんすごい吉本ってあの吉本のイメージがあると思うのでどうしてもそこを聞きたくなっちゃうんですけれどもねいやもうんかこうアさんが例えばこうんですかね同期とかデビューした時っていうのは方々がいらっしゃるんですかそうですね私はデビューした時はダンサーが見たところにあのよそのプロジェクト と同じように活動してたのが今テレビあの引っ張りこの99でしょ藤原雨上がり決したい。あ、これ言っていいのかな雨上がり決したい。宮川大好き。あかんの、うん、宮川大好き。はいはいはい はい、あのまあ、バッファロー五郎さんだとかね、天然素材と言われる方々が一緒に活動してました。はいはいはい、すごい。すごい。彼、ね、らはすごいですよ。本当に。すごいー。ね。ううん。それ何年ぐらい前ですか。ええー、何年前って聞く。何年前。二十五年ぐらい前かな。あーー、なるほど。うん。 違う違う違う30年前30年前はいはいはいあれですもんね天然素材が大体そのぐらいもう30年経つんですねそ年経つんですね。そう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 うそ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 う 面白かかったですあのね、一番天然素材で面白かったのは宮迫君なんですよ。ああ、はい。もう群を抜いて面白かったし、で、えっと、岡村君はもうバリバリ踊れてたんで、ああ。だから芸人には珍しいダンサー、ダンサがある人だったんでしょうね。そう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 。でもそのダンサーと芸人っていうのはまた別の枠になるんですかその吉本興業の。 ジャンルはね、ジャグラーがいたり、マジシャンがいたり、落語家がいたり、はい、芸人さんがいたりっていうので、実は吉本ってすごく多岐にわたってエンターテインメントを抱えてるんですよ。歌手もいます、<laughs> モデルもいます。あと、講演家だとか、そういう意味で言ったら、もうエンタメをトータルして持ってるんですけど、だから入り口はダンサーで入ったんですけど、あの結局は、 色を染められるみたいな。<ー>吉本カラーっていうかね、やっぱりお笑いの要素がどうしても強いので、はい、そこに変化していった人は残っていってますね<ー>。しきれなかった人は辞めていってることも多いし、どの業界でもそうですけどね <laughs>、うん。なるほどね。すごいですね。いえいえいえ。それ弁護士さんと美容師さんの方がすごいでしょう。 いやでもその劇団四季をもともと目指されてたっていうことはそういうなんか舞台のなんか専門学校みたいな感じのとこに、うん、養成所みたいなとこに行かれてたんですかそれとももうなんか独自でされてたんですかあ、うんうん、あいやもともとは劇団四季のミュージカルを見てもうあの私の職場はこれだってまあ 思ってからは、えー、高校生だったので、はい、まあ学生を終えてあの養成所に2年間。それは劇団式の養成所みたいな感じなですかあじゃなくて、えー、と大阪ミュージカルスクールっていうねミュージカルの基本を学ぶ演劇だとか声楽タップダンスクラシックバレエジャズダンスってもう十何個の。 科目を普通にまあ学ぶんですけどね。<ー>はい、舞台の色をそこで学びました。うん、なるほどうん、うん、そこで劇団式の、うん、じゃあそこを出てそあのオーディションを受けるみたいな。うん、あ、そうそうそう。受けて落ちて。受けて落ちて。うんはい、はいはい。吉本さんの,あの舞台の情報があって受けて受かったみたいな。ああ、なるほど。 そうだからもしかしたら吉本さんには、まあ、基本いなかったですよね劇団四季を目指してたんでおえ劇団四季のちなみにオーディションっていうのは劇団四季に入るっていうよりもその一個一個の、うんえまあ、演目っていうんですかねそういうののオーディションを受ける感じになるんですか、うん、それとも劇団四季に入社しますみたいな最終的には劇団四季に入るっていうことになると思うんですけど、うん、私が応募さ,れあのさせていただいてたのはあの この演目に対してのオーディションみたいなのがあって、そうそうそう、作品に対してオーディションっていうので。ちなみに作品は何の作品だったんですかもう言えないライオンン。ライオンキングとかそういう感じあ,あ、まあでもそうです、そうです、そうです。ンン本当に、本当に、本当にまあ皆さんが、<laughs> でもね、劇団四季めちゃめちゃ数やってるんで、多分皆さんがしてる名前じゃないのも応募してたりしたんでね。あ<ー>あそ,うそうそうそう。でもやっぱり、えー、トップレベルでした。 すすごいですねトライはほらできる、誰でも。それで、えっと、吉本さんの方に合格して、うん、仕事の方では、なんていうんですかね、うんえと、あらゆる舞台というか、あ、うん、あ、あ仕事内容。はいはい うん、あのその募集の作品が、えー、と大阪の梅田にある梅田花月シアターのこけら落とし公演を半年されるっていうあ<っ>その作品に対してのダンサー募集だったんですよね。うん、そうんで,すでそのまま合格して舞台を毎晩お笑いのミュージカルちょっともう涙ほろりっていうのもあってそれでずっと毎晩舞台を。 踊ってたんですけどでその演目が終わってからも残る人もいれば、うん、私は残った側ですけども辞められた方もいるっていう,うちなみにこの作品の主演っていうのはの、うん、どなたがされてたんですか、うんうんうん わかるのかな長原政幸さんとかキビのあっとキビのああとボンヨヨン勝美さんってわかりますかボンヨヨンのご主人勝美さんとかはい泉修さんとかはいその後もハイヒールさんとかはいはいもうそこら辺の中堅クラスですねもう今はもう大御所クラスになってるのかなうんその方々とあの毎月こう 内容が変わるのを昼間に練習して夜舞台をするっていう。っ、うん、えー、え、えそれは、えー、あの、もうグランド花月みたいなところでやるんですか。あ、そうです。そうです。それが梅田花月っていう。<あ>同じような感じです。うん,う,んうん、えー、うん、うん。ええ。で、それの合間に、あの、ドラマに出たり、ラジオ深夜バ番組やったりだとか。はい、そういうので。 なのであの、皆さんね、吉本は、ね、芸人さんは500円って一回舞台を500円って、厳選徴収引かれて450円とかってよくネタで言ってますけど、そこを知らないんですよ。入った時からも、正直もお仕事が常にあった状態だったので、だからラッキーでしたよね、スタートはね。ちなみにそこでご一緒にされてた方で、今結構大物になってる方も、うん。うん いるんですかいますよ。だからあの、藤井隆君とかもそうですし、はい、はい。はい。はい、あ、まあまあ、もちろん、そのないないとかね。<ー>当時はそんなに売れ,売れてなかったっていうかね、それほどあれだったんですけど、ああね、まあ、徐々に、女子高生の人気がついて、東京に、行って、うん、今ではね、全国ネットですし、はいうん、そんな感じかな、まあ。たくさんいらっしゃいますけど、あのー、 どううだろうそれを機にっていうよりか、有名どころだったっていう、もともと有名どころだったっていう人もたくさんいらっしゃるので、うん、で落語の方とかいろ,いろんな方を、例えばツンクさんとかとか一緒によく、あのえー、あ<の>ツンクさん吉本興業じゃ,ないのでじゃないですけど、ゲストで来られたりとか、まあ、あの絡みがよくあったりだとか。はい うん、あと、あのーえー、スポーツ界が多かったんですね、あの阪神タイガースさんだとか、<ー>うん、ラグビーの神戸製鋼さんだったりだとか、だから、あのー、エンタメの業界って、案外スポーツの業界とこうニッチっていうか、関西にいれば何かとありましたね。えーえー、懐かしいい <laughs> <laughs> 今思いながら泣泣けてきた泣けててききたた <laughs> <laughs> えー、そういう方たちと一緒に舞台を作り上げていくんですか、はい、そうなんです。で,すえー、でもじゃあいろんなコーナーがあるみたいなそう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 。<laughs> そうだからあの例えば前の夜、前の晩は舞台で一緒だったけど次の日は朝のモーニングショーで一緒になるだとか、えー、あレポーターで一緒に旅行に行ってあの食べながらリポーターするだとかね。 面白いですね、でも。いや、でもまあ、24時間働くっていうことを教えてもらったのは吉本なんで、ノーと言えない会社。ノーと言えない。あと、珍しいのは、の多分日本だけだと思うんですけど、本当に契約書がないいははい。 っていうところでみんなもう本当にこう綱を持ってる状態です。よねもういつ離れては、うん、仕事がなくなったらみんな手放しっていう状況なんでですね。ね新喜劇はされたことないですか振り付けだけですね。ね振り付けだけです。出てない、えー、残念ながら。あれはまた分野が違うんですかそうです。あれはナンバーグランドカゲツを主に。 やってて<ー>私はどっちらかというと梅田花月を趣味でやってたので、ははいはい,、はい、う、は、う、いはい、うんうん、うん、ええー、なんかこう、えー、一番こう印象に残ってるお仕事、ありますか？えー、えもうでもいっぱいあって、あでもなんか、えー、これは言っていいのかな、ちょっとわかんないですけど。あの ストリップのお姉さんたちの前座をしたとか,ありますか会場を沸かしてこいっていう使命を受けてその時に<私>あのマイクを持ちながら心の中では私ダンサーなのにっていうのを唱えながらストリップのお姉さんのいいところを引き出して会場を沸かせて どうぞっていうことだとかね、こういう仕事もあったりとか。それも梅田か月でやるんですかうん、それはもう依頼されていろいろな、温泉街に MC で派遣されていってこいっていうのもありましたし。ね。まあまあまあ、もうちょっと数えられないぐらい細かい仕事になるんですけどね、なんか。はい。面白い話できなくてごめんなさい。ちょっと忘れちゃった。どんなことすごいですね。吉本興業が、なんか、 そうやって最初から安定して生活できる人って初めて聞いたような気がします。最初みんなオーディション頑張って、報酬はもうなくてもいいからとにかく売れたいっていうのでやってきてるのかなと思ったら意外とそういう方もいるんだなっていう。そうなんでですよねも毎年多分 1>, 1万人ぐらいのもう今だったら福岡からあ、まあ、北はどこだろう北海道から福岡まで、うん、あ沖縄まで事務所があっていろんなオーディションとかがあっておそらくもう1年間で何千人という人が吉本の仕事をして何千人という方が吉本に対処してるっていう、うん、まあ本当に入れ替わりが多い業界ですよね。 そのっ、えー、と、吉本さんの方は退社されて歯科医療をということなんですけれども、今どんなお仕事が多いんですか、うんうん、あそうですねあの、吉本から帰ってきて、えー、と,とりあえず婚礼歯科でマイクを持つ仕事っていうね婚礼歯科だとかテレビ局に行ってリポーターだとかしてたんですけど、もう,もうあ,のある程度年齢をこうキャリアを積んできたので、もう大阪弁で。 みなさん、こんにちはっていう感じで、イベントの MC が一番多いです。ううううんんんんでも、あの野球の、野球ってわかります野球のアナウンスがわかります ?3 番、ファースト、中野くん。おー、すごい中野くん、背番号8。すごいういそういす。ぐいすういす。そうそう。そうはい。あののなで 声の仕事はもう本当あらゆるものが今もオーダーで入ってたりとか。えー、その野球っていうのはプロ野球とかもやってるんですか、うんうん、プロ野球はね、あの専属の球団のが持ってるっていうか、あれですけど、高校も、高校は放送部がやってたりするんですけど、社会人野球だとか、<ー>あの例えばロ,ロータリーさんとかライオンズさんの対抗だとかね、企業間の。 野球とかはよくやります、えー、そ,そこはお笑いなく真面目にやるんですか、ねまあ、真面目ですよ、真面目真面目。<laughs> もう式典は真面目ですから。だから私、<laughs> お葬式も経験あるんですけど、はい、もう,もうや,、ま、やめましたけどね,<ー>もうね。常に笑顔なんですよ、私が。だから、<ー>お葬式はできないと思って。 はいあ,<と>あのちょっと辞退しましたけど、えー、でもお葬式も、うん、そのやっぱりちょ,ちょっと暗い感じでしないといけないですよねおお葬式そ,うそうですよねやっぱ寄り添いながらの声出しなので<ー>合唱とか <laughs> 今の感じでそ,そこ行くとちょっと、うん、笑っちゃいますねちょっとクスッと今しちゃいましたねそうですだから環境に合わせて声を出したとかはい やっぱ、あきさん、すごい声の出し方、本当綺麗ですもんね。すごいですね。本当見ならないといけないですね。何が欲しいですか。何が欲しいですか。じゃ、あちょっと別荘。沖縄に別荘お願いいたします。そうですね。うん、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 うん。はい。ね、でも、その。ね、でも、もとは、その。 ダンスっていうか踊りの方から入られて、うんね、今は本当にお声の仕事っていうことですかそうね人生っていろいろあるんだなと思って <laughs>、はい、あのなんかそのまあ義自身も私は求めてた先ではなかったので、うん、プロのダンサーでずっと行きたいと思ってたんでね <laughs> まずプロのダンサーで行くっていうところで吉本に入ったっていうところでまず人生の大 転換が行われて<ー>で吉本から帰ってきた時にあのダンススタジオもねあのやってるんですけれどもあのどちらかというと結婚式の司会してくださいとか、はい、あのまず仕事が先だったんですよねで、うん、え私がみたいなところだったんですけどあのなかなか皆さんだからナレーションは特に多いです落ち着いたナレーション今こんなガチャガチャした感じではなくて企業さんのん リシェル美容室、皆さんの思いを叶えますみたいな動画のナレーションだったりだとか。すごいですね。でも、そっか。僕もあれですね、どちらかというと美容師になりたくてなったっていうパターンじゃないですよね。なんかそのヘアメイクになりたくて、とりあえず保険で美容師の免許を取っとけよってなって、ヘアメイクなんでヘアとメイクできないといけないんですね。それで自分で仕事取ってこないといけないんで。 あのもう美容師になって速攻諦めましたけどね、うん、もうメイクとかも全然今となれば、もう全く興味ないし。環境ですよね、環境の変化にこう化学反応を起こして自分が変化できるかどうかっていうことは、もう私の人生、本当に変化しかなかったので、うんね、変化の対応をやめた時に、また何か違う世界があったかもしれないですけど、ねね、変化を楽しむっていう意味では。うんうん あとはその夢ばっかり追っかけても現実を見なきゃいけない時も決ま <laughs> あのもうなんかしょうがないですけど <laughs> 現実と向き合わないといけないしっていう世間に求められてることに乗っていくってすごい大事ですよね絶対そうだと思うんですーーか,、うん、だから40歳ぐらいの多分フリーターの方ですかね、うん、いや来年は武道館の多分あのミュージシャンかなんかのん人だと思うんですけどうん、うん、なんか 隣の隣ぐらいに座ってて、女性にうん、若い女性に、いや、来年は日本武道館で単独コンサートやってるねって言ってたんで、うん、<laughs> あのこれがやっぱ夢と現実の違いなのかなと思って、あのそろそろ現実を見なきゃいけないときに来てんじゃないかってあの、心のささやきで言ってやろうかと思ったんですけど。うん <laughs> <laughs> でもね、ねななるほど、叶えられるかもしれないですよ。その方,はその方でわかんないけど。頼まれ事はやっぱり試され事って常に思うにね。<ー>なんかこう、頼まれたらノーと言わず、だから、まあ、ある意味私はイエスマンなんですけどね。イエスイエスイエス でこう、はい、ね、そこで何か生まれてきたら、面白いなぁと。ああ<ー>、ね、素晴らしい。素晴らしいですね。いえ,いえいえ、今ラジオなんで、いいこと言いました。ね、言って。そう、ここいいことしか言わないから、ね。素晴らしい。素晴らしい。<laughs> ね、そうです。<う>ね、素晴らしい。なんか流れに乗るの大事ですよね。なんか。 私も弁護士になるつもりなかったのにってちょっと思ってしまいました。面白い。そういうのありますよね、人それぞれの。うん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 。そっか、なんかそうですよね、なんかね、お時間が最後の方になってきちゃいそうなんですけど、なんか、アさんが大事にしてることとか、教えてもらえたら嬉しいなって。ありがとうございます。もう常に思ってるのは、正しい人より楽しい人 っってていうのを常に哲学で思ってます素晴らしい,、はいいや。そうですか素晴らしいですか正し,く正しいことが言えないからなんですけど、でもやっぱり楽しい人には何か何かついてくるっていう、おまけがついてくるっていうところもあったりして、うんはい、そういう方といろいろネットワークができたら楽しいなって、つながったら楽しいなと思いますけど。 んかそれと付随してじゃないですけど吉本興業にある企業が依頼して認知症の方がどれだけお笑いによって認知症が解消されるかっていう実験をやったっていうのを細胞レベルで測ってるっていうのがあったんですよ実験でテレビでやってたんですけどやっぱりお笑いによって細胞が活性化されるまあお笑いって楽しいことイコールお笑いと考えてるんですけどそれによってそう 細胞が活性化されて認知症がちょっと改善されるみたいなことがあるのでああなんかやっぱりそういう今の言ったことってすごい深い思いが深い言葉だなっていうのを感じたのとあともっと言うと美容師のそれこそ女性の認知症の方にメイクとかしてあげると認知症がちょっと解消されるっていうの細胞レベルであるっていうのがあるのでやっぱりこう綺麗になるとか楽しいことっていうのはすごいいいことだなっていう。 はい、もう絶対。先にまとめましたけど。素敵。そうですね。やっぱ楽しいのが一番ですよね。笑顔が一番ですよね。そうなんですね。はい。ね。あの。ぜひぜひリスナーの皆さんも。番組を聞いて、少しでも笑顔になっていただければなって思いました。はい。もう最後ですね。はい。あっ、見え間になっちゃいましたけど。 ね、あのー、はい、この番組は毎週日曜夜8時からお送りしておりますので。よろしければ、また来週もご視聴いただければと思います。はい、お願いします。はい、今日はみんな。みな、はい、さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでください。はい、おやすみなさーい。今、おやすみなさーい。